の要、はい、にいたしましたのは、クジラという存在が時間、大きさ、空間、そして地球上の歴史すべてにおいて超越した存在、神的な存在であるというふうに、捉えています。そのクジラの雄大さと超越した姿を自分なりの構成で様々な角度から今回表現させていただきました。特にこの大きなクジラが人間による汚染によって苦しむ姿、そういった作品をメインにメッセージとして伝えようとして入っていますので、その辺をちょっと見ていただけたらありがたいなと思います。よろしくお願いいたします。Thank you.